はい、皆さんこんにちは。ミツトのゲーム実況です。今回遊んでいくゲームはこちら、モンスターハンターポータブルセカンド G になります。前回のパート1の動画からだいぶ間が空いちゃって申し訳ありません。動画の更新また引き続きやっていこうかなと思います。ちょっといくつかお話ししていただくと、前回の動画の終わり際に次回ドスギアノスと戦いますみたいなお話をしたんですが、ちょっと予定を変えさせていただきます。というのも、裏で少しクエストを進めさせていただきました。理由としては、序盤の手応えのないモンスターの動画を見てもあんまり面白くないかなと思ったんで、裏で進めて、ある程度進めさせていただきました。ある程度その手応えのあるモンスターと戦えるところまで進めさせていただきました。まあ、具体的に話すと、前回村の星1クエストだったんですが、星3を解放して少しやってるみたいな、そんな感じです。まあ、具体的に話すと、星3のフルフルが解放されるんですが、このクエストは済みです。あとは、キークエストの1つの大名さざみですね。ここの2つは一応やってしまいました。まあ、大名はやらなくてよかったかなって今思ってて、動画にするべきだったなってちょっと後悔してるんですが、すいません。ちょっとこの2つは事前にやってしまったということをお話ししていただきました。あともう1つですね。ステータス、まあ、なんか担いでる武器変わってることに気づいてもらえるかなと思うんですが、鉄塔神楽ですね。これを作りました。具体的な性能が、はい、こちらですね。鉄塔、鍛冶屋で作れる鉄塔を2回強化したものになりますね。鉄塔、くさび、鉄塔神楽になるんで、ここまで強化した感じですね。これをもう一度強化すると、次に斬波刀ってやつが作れるんですが、これが作りたくて、この武器を担ぎました。これですね。まあ、他にもなんか軍刀とかミラージュショーテルとかあるんですけど、ちょっとこれはちょっと割愛して、この斬波刀ですね。今作りたいのはこちらですね。で、これ作るのに、フルフルの電気袋があと2つ必要なのと、あと鉱石類、マカライト鉱石あと15個必要ですね。第一の結晶に至っては30個っていうね、まあ、昔はこの素材のハードルが高かったんで、まあ、よくある話なんですが、はい、これを作りたくて。まあ見てもらうと分かるんですが、性能を跳ね上がって雷属性が付与されるっていう、かなり強い武器になってるんで、まあ、こちら作っていきたいなと思っています。はい、というわけで、今日やっていきたいのは、フルフルを狩るっていうのも一つなんですが、あともう一つが、ゲリョスですね。実は、今回のキークエストの中に、ゲリョスがいるんですね。こちらですね、毒の会長ゲリョス現るっていうのがあるんですが、ゲリョスって体がゴム質なんで、雷が効かないんですよね。雷が通りにくいというのがあるので、なので今の武器を斬波刀にしてしまうとゲリョスと戦いづらくなってしまうっていうのがちょっとあるので、あえてこの鉄塔のまんまゲリョスを先に倒して、その後にもう一回フルフルを狩りに行って電気袋を集める。で、裏方で、鉱石類を集めて斬波刀を作るみたいな、そんな流れで今日は行こうかなと思います。はい、というわけでよろしくお願いします。というわけで、まずはですね、毒の会長ゲリョス、こちらですね、今日やっていこうかなと思います。はい、ちょっと前置きが長くなって申し訳ありません。ちょっと回復薬後で追加で買います。はい、ちょっとアイルキッチン入ります。あとですね、前回アイル1匹だったと思うんですが、クエスト進めたことによって3匹まで増やしました。はい。これで少しはマシになったかなと思います。というわけで飯食ってきます。今日の飯は、どうしようかな、マトングレート。ここは肉と酒でいきましょうか。なんで肉と酒相性いいでしょう。甘くて生臭い料理だった。スタミナが減ったから、体力が減っただったら危なかったけど、スタミナならまだいいだろう。はい、回復薬買いました。じゃあ、早速行きたいと思います。とりあえずは、毒の会長ゲリョス現る。こちら、毒の会長ゲリョス現るですね。こちらやってきます。まあ、ゲリョスの物盗みはこの時からあったんですけど、この時は調合書とか盗まれて嘆いたのはよく覚えてますね。調合書1から5まで持ってるのに、2だけ取られて歯抜けになるとか、あと1取られて2、3、4、5が全てお荷物になるとか、よくある話でしたね。ちょっとスタミナ減っちゃってるんで、こんがり肉食って、で、余った枠を携帯食料で補いましょうか。あいつスタート何番だっけ？ 2 番か8番じゃなかったっけ？違うっけ？ちょっとまあ行きましょう、とりあえず。うん、多分ムービーがあるから、あれだと思うんだよね。いる場所が最初決まってるはずなんで、2番だったかな？そうなると。今これ沼地の夜なんですけど、夜だとここの床が毒になっちゃうんで、ちょっと若干ダメージ受けちゃいますが、突っ込みます。あ、いましたね。ここですね。今回ゲイオス初めてなんで、ムービーが入ります。よし、じゃあ行ってきましょう。毒はちょっと無視でいきます。まあそんなに長い毒じゃないんで、放置でいいです。弾かれるんだけど、マジか。ちょっとまず取り巻きが邪魔すぎるので片付けます。よいしょ。あ、ちょっと待って。ボタンが勝手に反応した。よいしょ。ちょっとお邪魔なので片付けます。ついでに連携ゲージ貯めちゃいます。この時の太刀は、大回転切りがないので、連携ゲージ、このゲージが、今、このゲージの状態がマックスです。あ、やばい。これまずい。緊急回避。ちょいちょいメニュー開いちゃうんですが、ボタンがちょっとがばくなってるんで、勘弁してください。すいません。よいしょ。よいしょ。危ない。あ、今の当たるか。あ、やべえ、前に転がっちゃった。やらかした。ちょっと様子見て。まだまだ。じゃあ、まだ。タイミングが悪い。よし。またか。緊急回避で避けて、ね。よし、これで。これ、毒吐くから、ここ。よし。ここ。あ、今の当たるか。くそ。ちょっと離れて、ここなら当たんないはずなんで回復します。よし。もう一回。OK。ちょっと慎重に行きましょう。なるべく。そこ。ああ、メニュー開くな。コンボが続かねえ。そこだ。そこ。ここ。あ、そこ。そう、あと、見てわかると思うんですけど、結構こう蹴られるんですよ。こう、足歩いてる時とかに、ちょっと歩いてる時とかの、今この歩いてる足の状態とか、ダメージ判定があるんですよ、この時って。なので、スリップダメージがちょこちょこ入ります。あ、移動するかな、これ。あ、待って、ペイントボール忘れてた。ペイントボールすっかり忘れてた。影を追いますか。おそらく4番かな。ペイントボールのことすっかり忘れていた。あ、よかったよかった。ここ。ふい。マジか。間に合うか。ふっ。オッケー。危ない危ない。あ、いって。まだ当たるか。ここ。よし。あ、切れた。切れてるこのモーション中に頭を殴る。と甘い。よいしょ。これは真ん中に戻るやつかな。ここ。あ、もう一回入れられた。くそ。もう一回真ん中戻したな。ここ。か。ちょっとお怒りになるので慎重にいきます。ふい。ゲリオスの先行でピヨってるんでザコは無視します。あ。よっ。はい。真ん中戻しまして、ここで。で、今のうちに雑魚を片付ける。当たらない。よいしょ。これまずい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 。雑魚が無駄に体力あるんですよね、こうやって。うわー、切れ味落ちたー。画面狙える。よいしょ。今のうちですかね。これ多分3回やると思うんで、はい、OK ですね。これ噛みついてくるから終わり際を狙う。ああ、かぶった。くそ、今のもったいねえな。よし、チャンス。チャンス。移動するかなあ、違う、真ん中戻しだ。よし。なんとかトサカを破壊したいですね。ライトクリスタルが取れる可能性があるんで、なるべく顔面は破壊しておきたい。またいける。またいいオスが湧いてますね。そこ。よし、OK。2発入った。いいね。2回回るから、そこを狙う。よし、壊れた。OK。こうなってしまえば、あとは楽だな。あ、これは移動ですね。邪魔くさいので片付けます。よいしょ。うん、まあ順調じゃないですかね。あとは先行放とうとしても何も出なくなるので、先行モーションはもうチャンスに変わりましたね。なんでここからはもう基準切りとか挟んで一気にラッシュしていきます。どこにいる？上にいるな。チャンス。あ、死んだふり。早いな。死んだふりするってことは、まあまあ体力減ってるってことですね。で、セカジの、死んだふりは、貝だと剥ぎ取りができないので、今ちょっとあえて言ってないんですけど。はい、おはようございます。よし、OK。ちょっと切れてるんで気をつけましょうね。ここで持ってかれてもしょうがないので、あ、チャンス。回復しとくか。よし。尻尾。あー、くそ。尻尾弱点なんで切っておきたいですけどね、なるべく。よし。連機ゲージを全開にすると攻撃力が 1.12 倍になるので、なるべく狙いたいところですね。よいしょ。ああ、クラブ。くそ。ああ、ちょっとまずいかな、これは。危ねえ。生まれてるだけでこんな減るんですよあ、チャンス引きずってる、OK、だいぶいい感じですね。さあとっとと蹴りつけちゃいましょうか。で多分4番に移動してからその後2番に移動すると思うんで、とりあえず追っかけましょうか。まあそうですね。よいしょ。というわけで2番に向かってきます。で、罠用意してないんで特攻しちゃいます。尻尾。はい、来たー。お疲れ様でーす。取り巻きが鬱陶しいのでお片付け。で、この時のしびれ穴が雷光柱じゃなくてゲネポスのマヒガを使うので剥ぎ取りましたが、ゲネポスの皮でした。残念。よし、オッケー。捕獲したいけど、多分まだ無理なので、保留でいきましょう。ちょっともったいないので、捕獲はなしの方向で。うん、はい。OK。飯。くそ、今度こそ当たり引かないとな。まあ。米と穀物とか同じ種類でいけばまず間違いないんですが、どうしよっかなあ。でも今回バリエーション的に同じにした方が良さそうだな。じゃあクック米とうまい米、これは大丈夫だろう。よし、絶妙に微妙だったということで、何が上がったって言った、防御だった、何だったかよく見たら何だったっけまあいいや、フルフルですね。フルフルあ、スタミナが上がってますね。見た限り。あ、しびれ穴ある。あー、麻酔弾持ってくんだったな、そんだったら。しびれ穴支給されるんだったっけか。忘れてたな。じゃあ、麻酔玉だけ持ってくればワンチャンいけたのか。まあ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 。今回は普通にダメージ与える、ダメージソースとして使いましょうか。いらっしゃらない。てか、今気づいた。ホットドリンクいらなかったですね。理由があって、この装備、寒さ大無効ですね。ホットドリンク飲んだ意味なかったですね。大変失礼しました。マフモフ、これ初期装備なんですけど、マフモフは寒さ効果無効なんで、そういえば飲む必要がなかったな。あれ、いないな。ってことは3番に移動してるな。多分移動というか多分3番にいるだろうな。この時のフルフルって、飛行速度がめちゃくちゃ遅くて、すれ違いになることが非常に多いんですよね。本当に飛ぶの遅いんですよ。今のシリーズとかは結構早く飛んでくれる、早く移動してくれるようになったんですけど、この時のフルフルはまあ飛ぶのが遅くて、ペイントボールつけててもなんかその遅さがよくわかる感じですね。すれ違っちゃうこともよくありましたね。まあ、こんな感じでね、はい、もう早速ですよ、すれ違ってますね。あ、いた、よし。この時のフルフルの強さを教えますと、見てわかる通り、戦闘 BGM 一切流れてないですよね。で、あと目のマークが、目のアイコンが自分の名前の隣に出てないと思うんですよ。黄色い目のアイコンですね。目、見られてない状態なんで、緊急回避が使えないんですよ。ああ言わんこっちゃね。言ってめっちゃ食らう。そう、この時のフルフルの強さは、緊急回避が使えないってことですね。なんで今みたいなブレスとかも、そもそも当たらないようにしないといけないっていう問題が発生するんですね。あとは、フルフルが吠えようとした時に緊急回避で避けられないっていうことですね。非常に厄介ですね。よいしょ。そこ。よいしょ。と、まあこんな感じでね、なるべく当たらないように殴っていく感じですね。よいしょ。まあ大体こうやってね、3発切りぐらいがちょうどいい感じですね。あー、くそ。もう噛みつかれただけでこんな食らうんですよ。やばくないですか？まあ防御力がね、マフモフって1箇所1しかないので、素の防御力と合わせて6にしかならないっていう、ほぼないのと等しい状態ですね。裸とほぼ変わらないですね、今の状態が。怒ってないのにこんな食らうんですからね。火力だけだったら、前回戦った、まあ、戦ったというか、殺されたというか、まあ、あれは物理的に倒せないんですが、前回やったティガレックスぐらい、火力だけだったら前回のティガレックスぐらい普通に出てますからね。フルフルは遅い代わりに攻撃力高いんでね、まあ、しょうがないんですけど。そこだ。あ、まずい。危ねえ。よし、今のところは順調。問題は怒ってからなんですよね。あ、飛んだってことは移動するのかな。フルフルこの時飛ぶ、この時のフルフルは飛ぶと必ずエリア移動するので、で、多分8番に降りないんじゃないかな。経由していくだけな気がします。はい、見てわかる通り、はい。飛ぶのめちゃくちゃ遅いですよね。他のモンスターに比べるとかなり遅いですね、あれは。こうやってギアノス勝ってても全然間に合うんですからね。しっかり倒しきれましたもん。でもうとにかくこうやって見て分かる通り、雑魚が消えるのが早い。温熱効果切れましたが、もともと関係ないので飲みません。よし、危ねえ。あ、切れましたね。ここからが問題。なるべく納刀していかないと危険ですね。あんなんくらったらひとたまりもないですからね。これですね。よし、倒れた。よし、いいね、いいね、いいね。足の蓄積がいい感じに入ってたっぽいですね。いやー、危ない危ない。先ほどの携帯シビリアムを使っていきますか。あ、切れ味がそろそろ怪しいかな。切れ味が多分そろそろ怪しいですね。ちょっと様子見ていきたい。あ、切れが収まった。ここだな。で、弱ってくると怒るのが早くなるはずなんで、怒ってるタイミングでシビリアムかけたいですね。あ、まあそうなるよな。そんな気がしてた。あ、こんな感じで吠えると緊急回避できないんで、こうなっちゃうんですよ。危ない危ない。ほんと危ない。入るかな。入る。OK。よし、あ、弱ってますね。ぼーっとしてるんで、これは弱ってる証拠ですね。後にラッシュかけちゃいましょう。ああ、くそ、ダメか。押し切れなかった。で、ついでに、確かここに忍耐の種があったはずなんで、回収しておきましょうか。あとで畑で増やすようですね。あ、出た出た出た。よし、かなり順調ですね。てか、だいぶ良質な個体ですね。普通怒るともっとギャーギャー吠えるんで、で、吠えた後、まだ耳塞いでるのに攻撃してくるんですよ。怒ってると。耳塞ぐのが終わる前に向こうが始動するんで、ダメージ確定になっちゃうんですよね。でも今回の個体は1回しか今んとこ吠えてないんで、かなり良個体ですね。あとはいい具合にダメージ入れられてるからっていうのもあるとは思いますけど、そのテンポよく。ここだ。いや皆さん、これがセカンド G です。というわけでね、怒った時のジャンピングはマフモフ装備だとワンパンされるということですね。いや、忍耐の種食っておけばな、まだ耐えられたな。さあさあさあ、じゃあ続きやっていきますか。じゃあ万が一に備えて食っておきましょうかね。で、これ食べると、はい、防御46で40上がるんですよね。だいぶマシになります。さっきまで6だったんで、防御。あ、移動しているし。これ聞いてる間に終わらせたいとこですね。で、あと、忍耐の種1個は持って帰りたいんですよ。増殖するように、増やすように取っておきたいんで。よし、ちょっと取り巻き片付けるの間に合うかな。あ、全然間に合いましたね。やっぱりフルフル遅いですね。全然間に合いましたよ。うん。よし、いった。いやー、もうあと3発か4発そこらで倒せたのに、一撃で全てチャラにされるっていうそんなモンスターフルフルでした。まあおとなしく防具作ってればね、あんなことにはならなかったんですけど、あと片手剣で来るとか、まあいろいろあるんですけど、そう、片手剣だったらガードができるんで、それで事故は防げたんですけどね。アギ取りしたっけ俺。あれ したよね。多分したよね。大丈夫だよね。まあ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 、後でバック見ましょうか。はい、アイテムボックス。あー、電気袋ちょうど2個出た。OK ですね。完璧ですね。報酬少なっ。待って、剥ぎ取りした俺。アルビノエキスとか VO 部、出てるわ。大丈夫、大丈夫だ。ちゃんとできてますね。先ほどもお話ししましたが、裏でキークエとかを終わらせて、緊急クエストを出しちゃいます。ちなみに、先ほども話したとは思うんですが、ちょっと待って、また先ほどって言ったな。まあいいや。一応、ドドブランゴと戦う前に、この鉄塔を強化しちゃおうかなと思います。これですね、鉄塔カグラ。もしかすると、鉄塔カグラのまま討伐しちゃうかもしれないですけど、どうしようかな。カグラのままやってもいいな。まあちょっと様子見て決めようかなと思います。まあ様子見てというか、私の気分次第なんですけど。はい、そんなわけでね、今回はこの辺で終わっていこうかなと思います。まあ次、パート3の動画は、なるべく早いタイミングで上げようとは思ってるんで、良ければご覧いただければと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。